横浜港駅は神奈川県横浜市中区新港町に所在していた日本国有鉄道東海道本線貨物支線の鉄道駅である。横浜港駅を東京駅へ向けて出発するボートトレイン横浜港駅に入線した6350形状機,機関車社権移の列車がレンガパークに復元、保存された横浜港駅の旅客ホーム、位置はそのままで。 長さを短縮した上で、新しい鉄骨屋根を取り付けてある横浜港駅の旅客ホーム跡、横浜港では、幕末の開港以来順次不当の整備を進めてきたが、西鳩場、第三橋、東鳩場の整備でもなお橋家を経由したに扱いを解消するに至っていなかった。このためさらなる拡張が計画され、西鳩場よりも西側に埋め立てを行って、 新港頭を増設する工事に1899年5月に着手された。この頭は1914年に完成した。この頭へ初代横浜駅から臨港鉄道を乗り入れる工事も行われた。大岡川の川口沖合に2つの細長い人工島を造成し、その間に橋を架けて新港頭のある人工島へ乗り入れる構造とされた。また、 新港府島からさらに新港橋梁を渡って本土側へ線路が延長され横浜税関構内まで伸びる構造となっていた新港府島内の線路の付設工事は1908年6月から1914年3月までかけて実施された横浜駅から新港府島への線路は伏線で付設されておりそのまま新港府島中央付近まで延長されて 格岸壁や倉庫の前まで分岐して引き込まれる構造となっていた。60ポンドレールを使用し、橋との連絡などで必要な箇所以外は水平で、最小曲線半径は4.5チェーン、分岐器は8番もしくは10番を使用していた。校内に付設された線路の総延長は740、チェーン91リンク、点鉄機91組、クロッシング85組、 シーサスクロッシング2組、ダブルスリップスイッチ1組、ダイヤモンドクロッシング11組、車止め9カ所、車輪止め33カ所が設置されていた。さらに、貨車用の15フィート転車台11台、12フィート転車台2台、トラバーサー3台、計10台6台が設置されていた。また、鉄道用の線路以外に、クレーンを動かすための線路も付設されていた。 クレーン用の線路を含めない走行費は215,292.059円であった。この設備が初めて使用されたのは台風によって東海道本線が普通になったことにより名古屋、清水から臨時に手配した船舶を横浜港新港不島まで運行した時に仮設した横浜不島の駅から横浜駅まで乗客を輸送した際で 1910年8月15日であった。しかし実際に貨物輸送に使用されるには時間がかかり、貨物の試験輸送などを行った上で正式には1911年9月1日に横浜港に扱い所として開設された。しかし、貨物列車の運行には付き物の入れ替え作業を行う奏車場を不当内に建設する余地がなく、 横浜駅で入れ替えを行うこととして開業したが、実際には横浜駅でも操車場を増設する余地はなかった。このため後に高島駅が開設されて、これにより本格的に海陸連絡設備としての供用が開始された。1915年8月15日に、それまでスイッチバック式であった横浜駅を通過式に改良するために2台目の位置に、 横浜駅が開設され、初代横浜駅は桜木町駅に改称した。さらにその後の改良工事により、同年12月30日に桜木町駅の内貨物取扱設備が分離されて、東横浜駅として独立した。この結果、横浜港駅は東横浜駅から延長した先にある駅となった。その後、 1920年7月23日付で、正式に駅となり、横浜港駅となった。この際に、新港府島四号岸壁の脇に、旅客用のプラットフォームが設置され、日本郵船及び東洋基線のサンフランシスコ航路出港日に合わせて、乗船客と見送り客を輸送するために、東京駅からのボートトレインがに、往復運転されるようになった。四号岸壁には、 1914年に外国航路用の建物が建てられていたが、これは関東大震災で倒壊し、1927年に全長170メートルの4号上屋として再建された。2階に旅客待合室、食堂、貴品室、携帯品検査所、1階に貨物置き場、旅行荷物検査所、貴重品置き場などが設けられ、この上屋に面して、 横浜港駅のプラットフォームが設置されていた。第二次世界大戦勃発後は、台米航路の運行が中止となった。大戦前の最後のボートトレインの運行は明らかでないが、最後の台米航路執行が1941年7月18日の朝ま丸であることから、この日ではないかとされている。開戦後は、1942年4月1日から、 海軍関連戦門の駅として使用された。対戦末期には横浜市は繰り返し空襲を受けたが、横浜港駅は信号国省消失した程度で、駅本屋や港内の線路は無事であった。第二次世界大戦後は連合国軍が新中を開始し、横浜港駅を含む新号埠頭は接収されて、新中軍専用に使用された。 アメリカ本土から船舶で輸送されてきた大量の補給物資が陸揚げされて山積みされていたとされる。不当にある倉庫群も接取され、常温倉庫には缶詰類、冷凍倉庫には冷凍食品などが大量に保管されて横浜港駅から冷蔵車などで発送された。朝鮮戦争に際しては戦死者の遺体収容庫としても使用されていた。 1956年5月10日に、不当返還所に調印され、日本側による使用が再開された。第二次世界大戦後、台米航路の運行が再開され、進行不当の返還により横浜港駅へのボートトレインの運行も再開された。大戦後最初のボートトレインは、1957年8月28日の氷川丸出港に合わせたものであった。 しかし海外旅行は飛行機の時代に急速に移り変わっていき、1960年8月27日の日川丸出港に合わせて運行されたボートトレインをもって運行が終了となった。1965年7月1日に横浜港駅からさらに延長して山下不当駅までの路線が開通した。この路線は1958年の山下不島の 完成に伴って計画されたものであったが、経路がどうしても山下公園を通らざるを得ないところから、景観上の問題があるとして、反対運動を受けて開通が遅れていた。山下公園の最も山側を、高架線で通過し、景観に配慮して、ラーメンゲルバー構造の高架橋を建設することで、ようやく開通した。しかし、すでに貨物輸送はトラックに移り変わっていく時代であり、 遅すぎる開業となった。輸送が次第にトラックに移り変わっていくとともに、港湾の2役も、それまでの雑多な貨物を一手に引き受ける埠頭から、物資物の専用埠頭に移り変わっていくことになり、また、鉄道貨物輸送も、石油輸送やコンテナ輸送など一部の輸送に特化して、いく時代を迎えた。これにより、横浜臨港線の輸送も衰退していくことになった。先に、 信号場化されていた東横浜信号場との間では、1981年1月29日に、上り線の線路が切断されて断線化され、翌1月30日東横浜信号場が廃止となった。さらに1982年11月15日に横浜港駅も廃止となり、横浜港信号場となった。山下埠頭への貨物輸送のみが継続されていたが、 この輸送も1986年11月1日に廃止となり、高島信号場より南の路線が全廃となった。ただし、書類手続き場は横浜港信号場までの旅客営業が残存しており、翌1987年3月31日の国鉄最後の日に書類上の処理が行われて、旅客営業も正式に廃止となっている。廃止後は、 横浜港未来21計画に従って、跡地の開発が進められた。一方、市政100周年、開港130周年を記念して1989年に行われた横浜博覧会の会場ともなり、この際にまだ線路の残されていた横浜港駅付近の臨港線を利用して、レトロ機動車の運行が行われた。博覧会終了後は、 1996年7月20日に、給料格ホームが復元、保存されて、赤レンガパーク内で一般公開された。このホームは、長さ55メートルほどが残されて、Y 字の屋根柱は申請されたものである。1997年7月19日には、旧東横浜駅から横浜港駅へ通じる線路を通していた細長い、 人工島とその間にかかる三つの橋の遊歩道としての整備が完了して一般に公開され、記者道となった。また、2000年には山下不当までの貨物船のうち、山下公園内の区間の撤去が完了し、2002年3月2日には、新興橋梁から山下公園までの区間が遊歩道として整備され、山下林港線プロムナードとして公開された。 1959年頃の新興府島、横浜港駅港内図、図の左下が東横浜駅に通じる現在の汽車道、右下方向が後に山下府島へ通じる東横浜駅から港1号、橋梁港3号橋梁を通じて、新興府島へ西側から線路が通じ、万国橋の前のあたりに駅本屋や信号庫記書が置かれていた。日本の特定にあるワンペギ屋、 倉庫の前まで分岐して線路が引き込まれる構造となっていた。旅客ホームは4号岸壁の上屋沿いに設けられており、駅本屋からは約400メートル離れていた。駅本屋近くで分岐して、新公共を渡って税関構内へ引き込まれる線路があり、1965年にこの線路から延長されて山下不当駅までが開通した。 東横浜駅は1979年10月1日に廃止され、東横浜信号場となり、これも1981年1月30日廃止。ありがとうございます。